どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。皆さん見てください。今日はですね、とんでもない、とてつもない、山の中に来ておるわけでございますけど、今日はね、ゲストを交えてですね、ちょっとトークしながら最後セッションしようかなという感じで、ガズの部屋みたいな感じでやっていこうと思うんですよ。今日はね、これどこにいるかというと、ぼちぼちという秘密基地みたいなとこなんですけど、ここに面白いね、お兄さんがいるんで、ぜひ皆さんに紹介したいと思うんですけど、まあじゃあちょっと行ってみましょう。秘密基地に潜入でございます。はい。この小川を見てください。すごい綺麗ですよ。もう泳げますから、ここ川は。これはもうね、神奈川県のもう強烈山奥にあるね、スポットでございまして、これ何かというと、ちょっとさ、この車を見てください。これ見たことある人いるんじゃないかな。なるくん、こんにちは。こんにちは。今日のゲストのなるくんでございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なるです。このなるくんはですね、皆さん、なんとこの車に住んでいるんですよ。この車に住んでいてですね、こういう日本中をこれで走り回って、旅して回ってる、生活冒険家ということでございまして、はい、なるさんです。今日は、なるさんと一緒にちょっといろんな話をしながら、最後はなんかセッションをしようかなというふうに思って、なるさんのここ本拠地ですよね。そうですね。ぼちぼち、はい、モバイルビレッジ、はい、ぼちぼち、モバイルビレッジですよ。ちょっと説明してください。はい、僕自身生活冒険家としてこのモバイルハウス、動くお家に3年半ほど3年半もう住んでるんですよ。すごいですね。住んでみたんですけども、住んでみて自分が幸せかどうかっていうことをね、すごくこう大事にしながら、暮らしてたんですね。そうした時に、これはすごくいい暮らし方だけども足りないものがあるぞと。何が足りないかなと思った時に、こう好きなだけ車を止めておける場所。なあ、そうですよね。車あっても場所がないとね。なかなかやっぱ毎日止められる場所探すの大変だったんですよ。そうですね。しかも大きいしね、ちょっとね、やっぱね。目立つし。そうそう。確かに。そうっていうのがあったのと、あと実はもう一つあって、ね、結構人とのつながりっていうのも、この暮らしをしてると薄くなりがちで。そっか。ソーラーパネルも積んで、電気も自給して、で水も湧き水汲んでって、まあ、ある種ここで完結しちゃうような。なるほどですね。そしたら、人とこう関わらなくても暮らせちゃうな。まあそうですね。それって僕用のやりたい暮らしじゃないな。ああ、そうか。自由だけどね。なんか交わりがないってね。そう。わかるな。そうなんです。ってなった時に、じゃあその人とのつながりと止めておける場所、つまりはホームを作ってしまおうということで、ハウスの次に今ホーム作り。すごい、ちょっとこれ見てください、周り。なんかいい感じですよ。なんかインディアのね、州長さんの家みたいな。そうこれ手作りなんでしょ。みんな全部手作りですね。で、まあこれからね、ちょっといろいろ聞こうと思うんだけど、このなるくんとの出会いが面白くてですね、なんとカインズホームでナンパされました。本当にカインズホームでね、ある買い物してたら、あ、ガズさんですかとか言って、そうですって言って、それで僕こんなことやってんですって言って、何っつって、僕も興味津々で、そこから連絡取るようになって、まあ、何回か遊びに来させてもらったりとかして、はい、やってんだよね、ガズレレを。ウクレレ、そうだ、僕もやっぱガズさんの動画でウクレレ練習してたんで、カインズで。そうよく分かったなと思ってね、マスクしてて、でもキャップはかぶってたかもしれない。でもやっぱ分かりました、ここで。あ、そう、目で、うん、はい、目力で分かっちゃう。分かりました。そうまずここ見て、うん、でこの G の字を見て、僕はやっぱ声かけるの最初こう本当に合ってるかって、ああまあまあね、確信したんですよ。なるほど。いや、ありがとうございます。いや、こちらこそ。それで、その後ですね、僕もね、知ったんですけど、なんとフジテレビのドキュメント番組にもね、なるくん出てんですよ。で、つい最近放映されたばっかりで。いや、ほんとそうなんです、ね。なんていうタイトルの、その、ドキュメントっていう、あるんですよ、フジテレビのシリーズがね。そうですね、日曜日14時のザ・ノンフィクションって言って。ザ・ノンフィクションだ。はい。そう、ね、それに、ね、モバイル生活をする上でのいろいろこうね、楽しいこと、しんどいこととか、うんうん、それは、もう、えぐいんでしょ。いろいろと理想と現実みたいなのね。そうなんで、もしかしたらこのガズレレ YouTube 見てる人も、そのドキュメントをね、見てる方多いかもしれない。この車で分かる人は分かるもんね。結構ね、この鱗みたいな、特徴的なんで。そうなんですよ。おられるかもしれない。せっかくだしさ、なんかセッションしようかって、
そう、最近ね、僕ガズの徹子の部屋みたいに、ガズの部屋みたいな感じで、こうなんかコラボして面白い人とこういうなんか会話しながらこうジャカジャカやるのかな、いいかなと思って。あ、いいっすね。そう、ちょっとこれ中見せてくれる？あ、もちろんもちろん。ちょっと見ていきましょう。ね、ここにだって生活してんです。すごいな。手作り。全部手作りなんです。なんか廃材で作ってるんですよ。そうですね。そうだから全部エコ素材っていうか、本当は捨てられるもので作ってるんだろうな。うん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 、いやこれはなかなか、その流木の取っ手とかさ、うん、いいでしょ、これかっこいいよね。これかっこいい。いいですよ。すごい角みたいな。ね、そうなんですよ。じゃーんと、うわあすごい。いや綺麗にして。あのマットがこうフラットに引くわけ、夜寝るときは。そうです、あれがもうセミダブルのベッドなんですよ。ああ、じゃあマットをそうか、ああいうふうに収納してる。天窓もついてんだね。そうなんですよ、赤い鳥が。これでなんか全国の小学校とかなんか、巡ってなんかトークショーみたいなのやってるんだよね、はい、そうなんです、なんか特別授業みたいなんで呼んでもらうこと、ね、すごいね。子供たちもこんなの見たら秘密基地が走ってんだからテンションあるわなやっぱり小学生とか幼稚園すごい喜んで、あ、そりゃそうだよ、なんかジブリに出てきそうだもん、こういうのとか。へえ。あ、開くんですよね。あ、ここ開くんでしょ。ここじゃちょっと今広してみつか。いやいや、やってください。僕もだから開けるところは見たことないな。あ、そっか。そ、僕のねお家を作るときにこうだったらいいなっていうのが全部3つあって、うんうん、で1つがやっぱ天窓があって、こう、あ、暗いもんね結局ね。そうそうそう、へえー、すごいすごい。でもう1個こう景色が変わる大きめの窓っていう、ね、はいはい、やっぱいろんな、ね、景色が変わるお家なんで、こちらが。あー、なるほど。あ、すごい。あ、それ？で、原始的。そうなんです。ダンパーとかじゃなくて。へー。なるほど。縁側に憧れてたんで。いやー、すごい。これオープン。すごい。これは気持ちいいね。今の時期は特にね。乗っても大丈夫なんですか？本当。そう。すごい。そうなんだ。え、俺も乗っても大丈夫？大丈夫と思います。大丈夫じゃなかったら笑っちゃう。あ、全然大丈夫だね。すごい、これはいいやん。うんうん、でも開けた場所が全部自分の庭になる。そうね。で、この景色ちょっと見てみ、これが見えてんだもんだって、この、これ桜でしょ？これ桜なんですよ。だから桜の花見の時はね、だからすごいことになるっていつも聞いてたけどね。そうそう。もう本当、へえ、これはすごいやん。うん、いろんな活動があって、ここでフリースクールって子供たちが通ってきて、自然学校をやったりするし、竹細工やる人がいたり、畑をしたり、焚き火をしたり、キャンプしたり。キャンプできるね、これ。そうですね。じゃあ、なるくんのそういう情報を概要欄に貼っとくんで、ちょっと後で教えてください。いろいろ面白いこう活動されてんで。なるほど、なるほど。はい、でも、僕が聞いた話だと、うん、お母さんがガズレレ大好きみたいです。そうなんですよ。いや、本当に大ファンで、もう今回もガズさんとコラボさせてもらうって言ったらですね。あ、本当？実は、そう、実家から母のウクレレを持たされてて。マジで？そうなんですよ。まあ本当に母がそんな感じでファンなんで、実家行くと一緒に親子で、テレビの画面。ああ、見て見て。YouTube 見てね。はい。で、一緒にこうやって。いや、いいじゃん。親子で共演なんてなかなかないですよ。いや、本当嬉しいですよね。なかなかこう、ガッツさんのそういう、なんて言うんですか、ふうに画面が動かないと、一緒に画面見てもできない。そうね。そうそう。そうだね。で、一緒のテーマを見てやってるから仲良くなれるんだよね。ああ、そうですね。こうじゃなくてさ、こういうさ、一緒にね、同じ向きを向いてる仲間になるからね。ああ、なるほど。大体親子関係って上とか下とかなっちゃうじゃん。はい。そうじゃなくて、こう、平行にこう見れるっていうのはね、ウクレレとかやる上ではいいかなと思いますね。なるほど。ちょっと恥ずかしさもさ、ここにガズさんがいてくれるから、こうね。確かに確かに。ガズさんに一応、ね、向いてるって状態ですね。そうそうそう。親子でこう見つめ合って弾くのもね、なんかね、ちょっと照れくさいしなって。確かに。いいじゃないですか。あ、ちなみにだけれども、うん、ちょっと言ってもいいのか分かんないけど、ナム君はですね、はい、元ね、バンダイですからね。知ってますか？おもちゃメーカーのバンダイ。そこの、じゃあ正社員だったんでしょ？正社員で、はい、丸4年間勤めてました。だから脱サラだよね。脱サラ。やっぱ迷ったんでしょ？やっぱり。このままでいいのかなってなったの。なりましたね。うん。でもやっぱし、ずっとこれを、まあ、バンダイいい会社だったんですよ。うん、いや、いいでしょ。もう最高ですよ、もう。面白い会社、面白い社員さんばっかしやったんですけども、まあこれをじゃあ60歳まで続けるかなと思った時に、ああ、これ僕はやらないなって思ったのが、まあ一つ大きな原動力でしたね。そうね。まあでも、いろんな考え方があるけどね、やっぱりね、抑えきれなかったんで、多分自分のこのね、モチベーションというか、ウィルをね。
え、それ本当そうです、ね。じゃなかったらこんな風な生活できないもの。そうですね。いやいやいや、これを作っちゃう、この世界観をさ、要はゼロから作っちゃったんだから、それはまあすごいことですよ、うん、本当にね。やっぱやるしかないって、多分その焦りから来るエネルギーもあったと思うんですね。なるほど、なるほど。そう。まあ、なるくんのね、ことをね、もう知りたかったら、いろいろね、雑誌に出たりね、いろいろ、いろんなね、媒体のね、インタビューとか出てるんでね、見てもらうとね、その、ハワイに旅行に行ってなんかズタボロになった話とかもすごくあって、まあここではもう語りきれないぐらいのいっぱい僕も話をいろいろ聞いてるんだけどね。まあまあそんなこともね、だからこそね、こういうね、コミュニティみたいなのがね、まあいいか、でもね、いろいろそのドキュメントを、フジテレビの、その、あれでも、触れてるみたいだけど、はい、今、いろいろね、やっぱり、いつも同じじゃないからね、うん、諸行無常でやっぱやりたいこととかね、いろんな変わってくるからね、やっぱそれもね、一個の体験で面白いなと思って。うん、いやいやいや、素晴らしい。いや、やっぱこう気持ちがいいね。もう、こんなね、どい中はやっぱりいいですね。うん。自然。どんだけ騒いでも、まあ大丈夫だね。大丈夫ですね。ここは全力で歌っても、うん、お隣さんなんか気にしなくていいです。そうね。はい。さあ、じゃあちょっと、そんな話もしたことだし、はい。セッションしますか。ぜひ。はい、じゃあちょっと用意してまた。はい。じゃあ、ちょっとお待ちください。はい、そういうわけでですね、ちょっと場所を変えてですね、このアウトドアチェアに、この緑の中で歌っていこうということでですね、なるくんとセッションしようと思うんですけれども、はい。今日何の曲やるかっつって、やろうかってね、二人で決めてたんだけど、やっぱなるくん、旅人だからね、はい。はい。今日は何の曲を選んだんでしょうか。はい。今日は奥田民生さんのさすらいを選ばせて。さすらい。やっぱ旅といえば、そうですね。バンライフといえばもうさすらいがやっぱり。そうですね。やっぱ旅暮らし。うん、そういったところもあるんで、ね。人生は旅みたいなもんですけどね。いや、本当そうですよね。ね。いやいや、本当でも僕もね、バンライフはちょっと憧れちゃうね。車で旅するのってやっぱ楽しいもんね。そうですね。ゆっくりね、のんびり。はい。そんなイメージをちょっと持ちながら、じゃあ、セッションしてみましょう。まず、このウクレレ見てくださいよ、これ。これ、ガズが昔ね、作ってたウクレレなんですけどね。そう、これで行ってみようかなと思います。はい、ガズさんが、うちのコミュニティ結構子供たちも多くて、ね、子供たちと一緒にウクレレやってよっていうね、ウクレレと、あと本を、ドネーションしてくださって。そうです。はい、こういうところでね、ウクレレキッズたちに出会えたらすごいいいじゃんと思って、こういうところで使ってもらえたらということでね、もうエコシステムになってますから、はい。いやー、ありがとうございます。まあ、どんどん活用してください。はい、ありがとうございます。じゃあ、行きますか。はい、やりましょう。じゃあ、二人で、生活望遠家なるくんとウクレレセッション、奥田民生さんのさすらい、やってみる。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。さすらい気持ちいいですね。ワン、ツー、スリー、フォー。周りはさすらわる人ばかり、少し気になった。風の咳の終わりを見ていたらこうなった。雲の今日気温もね、もう最高だしね、天気もいいし、うん、いやー、よかった、ありがとうございます。こちらこそ。
いい動画になったぞ、これは。いやー、やっぱりでも緊張しましたね。緊張するんですよ。やっぱりカメラが回ってる、家でね、いくらね、しっかりできても、やっぱりね、いろいろ要素が加わってね、そう、しかもなんか圧がすごいでしょ、僕ね。ガズさん、見てくれてるっていう感じました。そうです、そうです。やっぱりね、もう、まあ、音楽はもう感情表現ですから、やっぱりね。でも、すごい良かったよ。いや、本当ですか、嬉しい。だん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 声も出てきてね、なんかもう、そう恥ずかしがっている場合じゃないみたいな。いや、いいセッションになったと思います。いや本当に嬉しい。いや、ありがとうございました。いや、まあそういうわけでね、まあ世の中にいろんな人がいるってことでね、ガズレレ見てる方もね、こういう人がねいてね、こんなにねもうキラキラ生活されててね、まあすごいね。だからこれからもいろいろちょっとね、よろしくねという感じ。なんか本当バンライフでね、困ったことあったらもうナル君にいろいろ聞くとね、いろいろ教えてくれるんじゃないかなというふうに思うんだけど。何でも聞いてくださいよ。そうそう、なんか見学会みたいなのあるの？あ、はい、1ヶ月に1回ですね、ここのフィールドと、あと、まあじゃあなぜ僕がモバイルハウスに暮らすようになって、じゃあここのぼちぼちではどんなことが繰り広げられているのかっていうのをね、月に1回見学会やっております。あ、そういうのはあるね。だからそれちょっと興味あるなとしたら、その見学会に参加してくれればいいわけね。そうです。見に来れるね。神奈川の相当山奥ですよ。もうね、それはちょっと調べてください。リンク貼っとくんですから、ね。はい、ぜひお願いします。はい、そんな感じです。じゃあ今日の、ガズレレのね、ガズの部屋ですよ。徹子の部屋みたいなのやりたくてやってる。そう、いや今日もいい動画になりました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。で、なるくんも YouTube チャンネルやってて、はい、ちょっとね、このことについてまた触れると思うんで、はい、ちょっとここにリンク貼っとくんで、ちょっとその後のなるくんの YouTube チャンネルも見ていただければなというふうに思いますんで、概要欄にも貼っときますんでね。じゃあよろしくお願いします。ということで今日本当ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、ありがとうございます。セッションやってみた。さようなら、バイバイ。